はい、松田啓太です。動画をご覧いただきありがとうございます。今日もですね、痛みを治すヒントだったりアイデアを治療科のあなたにお届けできればと思います。今回はですね、この肩こりを改善していくための治療テクニックを紹介したいと思います。もし先生が肩こりの治療で難渋している、もしくは肩こりの治療をやっても何回やっても改善しない、痛みが戻ってしまう、もしくはですね、肩こりの患者さんが来てなんでこれ解決しないのかなって言われてもですね、なんて説明していいか分かんないし、どんなテクニックしていいか分かんない、何か始めていいか分かんない、そんな人であればですね、今日の動画を見ることによって肩こりがなぜ起きているのかっていう根本的な原因と、あとは全く新しいですね、この前側を治療していくっていう治療をします。なのでもし先生が肩こりで肩の後ろ側だったりを治療しているのであれば、それは絶対やっちゃダメですね。なんでかって言ったらね、この肩こりっていうのはそもそもですけども、この肩こり筋である僧帽筋っていうのは頑張って起きているだけなので、この筋肉緩めてしまうと逆に悪化しちゃいます。いいですか。だから大事なのはこの肩こりをどうやって改善するのか、なぜ起きているのかを理解してください。そしてそこに対してのテクニックを紹介していきますので、ぜひね、今日の動画が良かったらですね、チャンネル登録、コメント、高評価いただければ嬉しいと思いますので、ぜひね、見てみてください。あとね、前回の動画の中でこの肩こりの原因っていうのをね、しっかり10分間ぐらいね、動画を収めさせてもらってますので、前回の動画を見てもらえればなと思います。概要欄チェックしてみてください。はい、じゃあですね、ちょっと前回見てない方のためにちょっと簡単にダイジェストをお届けしますが、肩こりってそもそもこの後ろ側に起きますよね。後ろ側に起きていきます。で、肩こりってなぜ起きるのかって言ったら、いわゆる筋肉の使いすぎだと思ってください。筋肉の使いすぎで、この後ろ側にある僧帽筋という筋肉の使いすぎです。いわゆるこの僧帽筋って何するかって言ったら、頭をこう上げる筋肉ですね。こういうふうに上げる筋肉です。こんな風に上げる筋肉になりまして、なんで上げるのかって言ったら、私たちってまっすぐ立ってる時ってこうやって上げないですよね。ね、そうなんですよ。でも普通にですね、こうやってまっすぐ立ってる時っていうのは骨でこういう風に支えられてるんですけど、この骨がもし前に傾いてたらどうでしょうか。ね、前に傾いてたら頭が落ちちゃうよってなってですね、何の前にか分かんないですか、頭が落ちちゃうってなってですね、これをこう起こそうとするね、起こそうとするときにこの僧帽筋を使っちゃうんですね。いわゆるじゃあこう起こそうと思うために何があったかって言ったら、わかりますか、この胸椎っていわゆる胸がまっすぐ折れちゃってるんですよね。折れてしまうとこんな風にボニャーっとなっちゃうと。で、これは逆にですね、まっすぐなってる状態、背骨がまっすぐなってる状態だったら、頭って私たちが何も触らなくても落ちませんよね。ですけど、この胸椎だけを落としていくと、これだけでガタッと落ちちゃいます。頭が落ちたらどうするか、頭を上げないといけない。頭をこの上げる時に使うのがこの僧帽筋です。ですね。で、この僧帽筋をずっと使い続けてる状態になっちゃうと、何かというと筋肉使っちゃいます。筋肉が疲れちゃいます。そうするとこれが疲れたのが痛みになってくると。ね、前回の動画の中でも話しましたが、ダンベルを持ってる状態ね、いわゆるまっすぐだったら大丈夫な状態、何も持ってないんですけど、これがまっすぐ倒れちゃうと落ちそうになりますよね。落ちそうなのを今こう上げてる状態なんですよ。こうやって上げてる状態で、この筋肉ね、腕だったらこれ上腕二頭筋ってここの筋肉使いますけど、この上げるのがどこの筋肉かって肩の筋肉、肩こりで、ここに対して治療しましょうって言ってもこれ意味がないんですよね。なんでかって言ったら、これまた落ちちゃいますよね。頑張らないといけないんですよ。頑張らないといけない。そもそも手だったらダンベル取ってやった話ですね。このダンベルが取れてないから、そもそもの話、ずっと頑張らないといけないんで、このダンベルを取りましょう。じゃあ何かって言ったら、胸椎が前に倒れてるですね。この胸椎が前に倒れてるっていうのを改善してあげましょう。じゃあなんで前に倒れてるのって言ったら、これは前側から引っ張ってるんですよね。いわゆるこの前側の胸骨になるところがこう引っ張っちゃうと、私今こう支えてるだけですよ。同じように支えてるだけ。ですけど、この前側をこう引っ張ると、倒れてきますよね。そう、この胸骨が下に落ちちゃうことによって、こんな風に硬くなっちゃう、いわゆる前に倒れちゃう。そうすることによって僧帽筋使わないといけない。であれば何するかって言ったら、ここを上げてあげましょう。今わかりますか、倒れてる状態から私がここを上げるだけで、こういう元に戻りますよね。そうなんですよ。胸骨を前に引っ張っちゃってる。いわゆる何かって言ったら、これが胸直筋って言いますね。この胸直筋を緩めてあげましょう。緩めてあげることによって胸が起きてくる。そうすることによって、この土台が改善することによって、頭に乗っている僧帽筋使わなくなってきて、肩こり改善するよね。根本的に解決しますよねって話ですね。そう。大事なのは、なんで起きてるかって、このメカニズムを知ることです。で、メカニズムを知ることによって、どこを治療するべきかが分かってくると。で、この治療が分かる、このメカニズムが分かることによって、治療テクニックもつながってくる。そして、患者さんに説明しながらも治療できるって話ですね。そう。なんで、ここのね、流れまでは知ってください。でいいですか？で、じゃあ実際どんな治療をするのかっていうのをね、今日は紹介していきます。で、まずはね、これ上向きに寝てもらってください。で、胸直筋ってこの場所にあります。この場所ね。
前側の胸骨と肋骨をつなぐこの横側にこういうふうにまっすぐついてると思ってください。で、皆さんもね、前触ってもらったらいいんですよ。ちょっとど真ん中です。ど真ん中触ってもらったらいいんですけど、これこうやって動かしてみてください。あれ、筋肉あるってレベルですね。でもここにですね、あの薄っぺらい筋肉があります。で、本当に触ってもですね、この上腕二頭筋みたいになんかプニ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 触ることできないぐらい薄っぺらい筋肉だと思ってください。なんでここ自体を実際ですね、何かこうつまんでこう緩めていくのかっていったらそういうわけじゃなくって、やり方としてはですね、この小子宮か、まあ、いわゆるこの外側ですね、手の外側をこう置いてみてください。こうガッとね。で、これこんな風に置いちゃうと、女性とかの治療をやってるとですね、これ胸が近くにあるので、やりにくかったりしますから、こういうふうに縦に置いてもらって、この小子ね、この外側の骨を当てるようなイメージですね、真ん中に。で、これだと胸にはね、触らないので、こんな風に置いていただいて、まっすぐまっすぐ押します。で、この状態で手をこんな風にね、合わせてもらって、上からグッと当てます。で、この状態で上、下、上、下っていう風にやりますね。で、骨の真上をこう、皮膚を削るようなイメージぐらいで。で、上押してもらって、横押してもらってとかしていくと、硬い場所があるんですよ。あ、そこめっちゃ痛いみたいな場所があります。特に女性とかってやっぱ多いじゃないですか。やっぱこれは乳房がある関係で、やっぱりね、大体こう乳房ってこう総合両方で1キロぐらいあるって言われてます。1キロあるものをずっとここに下げてたら、それは痛くなるよねって話ですね。この前側になりますね。で、この乳房自体がですね、乳腺とかいっぱいあるんですけど、これがね、この真ん中のあたりでこう軸で止められてます。なんでこの真ん中の軸がやっぱあるので、ここをしっかりグッと緩めてあげないといけないと。まあ女性の方が負担かかるって話ですね、ここに。なんでこの状態でこう、皮膚をグッと骨を押すようなイメージでしながらグッグッってやってください。で、ちょっとこれずれちゃうと肋骨になるので、肋骨押しちゃうと折れちゃう可能性もあるので、ちょっと真ん中ですね、硬い場所。ですね、硬い場所を押さえてもらって、こんな風に縦横ですね。で、あ、こっちが右が行きにくいとかであれば、右側にグッグッと円を描くような感じで、右側にっていう風に、その場所を入念的にやってあげてください。上であれば上にこう押しながら、回しながら上に20秒か30秒やってあげるみたいな感じですね。だから行きにくい方だったりとか、圧痛がある場所をしっかりこうやってあげると。で、結構痛みがある場合であれば、タオルを1枚挟んだ状態でやってあげたりとかね、ちょっと工夫しながらやってみてください。あとはちょっとこの辺触られるとちょっと嫌ですっていう人であれば、ここに自分の手ですね、患者さんの手を置いてもらって、これでこういうふうにやってもらうっていうのでも構いません。ただ20秒か30秒ぐらいですね、こういうふうにやっていただくといいかなと思います。で、実際にこれ見える場所とか見えなかったりとかすると、 PTC ってね、疼痛治療カレッジって、私のテクニック大学の中ではですね、オンライン大学の中では目線カメラでね、テクニックとかも見ることができますので、もっともっと深く学びたいだったりとか、講義もね、スライドでやってますので分かりやすいと思いますので、もし気になった人がいましたら、そちらの方もメルマガ限定で募集しているので、メルマガの方を全部チェックして、そちらの方から応募してみてください。はい。で、こんな風にやっていただけると、胸の辺りがね、こう呼吸がしやすくなったりとか、動きやすくなったりっていうのがあるので、まあ、ぜひね、こちらの方チェックやってみてください。はい。で、ちょっとまとめてね、いきますけども、もう一回言います。この肩こりってそもそもですけども、まっすぐね、人間の体になっていればいいんですが、これがこういう風に落ちちゃうと。ここまで落ちるとやばいですけど、こんな風に落ちちゃうと。落ちることによって頭が真下に落ちてます。で、真下向いてると見えにくいので、こういう風に上げてくる。上げてくると後ろからの僧帽筋使っちゃう。これが肩こりですね。肩こり筋を使っちゃって痛みが起きてると、ずっとダンベル持ってるような状態ですよって話しましたね。じゃあこれがなんで落ちてくるかって言ったら、これを戻しましょう。こんな風に。何かって言ったら、この胸椎を上に戻してあげればそもそも戻ってくるよねって話ですね。なので、この胸直筋っていうところをしっかり、逆に言うと硬くなっちゃうことによって下に引っ張られちゃって猫背が起きて、僧帽筋上げないといけない痛みが起きちゃうので、この胸直筋を緩めてあげて胸椎が起きてくる。そうすることによって僧帽筋の緊張が減ってきて肩こり治ってきますよね。この流れを作ってください。ですから、だから逆に肩こりに対してそこ直接やっちゃダメです。ですか？直接狙うんではなくって、この僧帽筋の前側にある胸直筋、ぜひねこちらの方を狙っていただければと思いますので、ぜひねこのメカニズムを知ることが大事です。メカニズムを知ることが大事です。ですから、なぜ起きたかっていうのがつながってくることによってテクニックがつながります。ですか？じゃあテクニックだけやって治りました、これでいいじゃん。でダメなんですよ。それでテクニックだけやって なんで治ったか分かんなかったら、つながらないですよね。次の患者さん使えませんよね。この根本を知ることによって自信がつきます。あ、なんで治りましたよ、こういうこと
ようになりましたよって言えることによって患者さんにも説得力増しますよね。で逆に言ったらこの何でできますよってここら辺ですよ、このテクニックやりま、あここら辺が硬くなるからですよって言って、じゃあ先生に直してくださいって言われてですね、テクニック知らなかったら直せますよね。大事なのはなんでここを狙うべきか繋がっていって、そしてそこに対してテクニックをやっていく、この知識とテクニックが繋がっていること、これがすごく大事だと思ってくださいですか。これが繋がることによって先生が患者さんに説明して患者さんが納得してくれて体を預けてくれる、それによって私はテクニックやって改善してくれる、患者さんがありがとうがもらえる、それによって自信がついてくるんですね。このテクニックと知識をつなげることをぜひ、ね、意識してもらいたいので、私の動画の中ではね、このつなげることを意識しながらやっていますし、分かりやすく説明してますので、動画これチャンネル連続型になってますので、ぜひねチャンネル登録よろしくお願いします。あとはこれを患者さんにアウトプットすることを意識してください。で使わなかったら覚えませんですか。だから使うことを意識する、どうやって使うのかって言ったら、これはもうノートに書くことはそんなんじゃなくていいです。患者さんに説明してください。この聞いた話を患者さんに説明する、そして説明をして、でそれをやってみる、ね、テクニックやってみる、なんで今回のテクニックをやってみてくださいですか。アウトプットを意識すると、あれ触り方これで合ってたっけ、説明の仕方合ってたっけってなりますからですか。大事なポイントはここをしっかり知っておくこと、これにつなげていくこと大事ですので、どん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 アウトプットする意識イメージで、コメント欄ですね、今日の学びをコメント欄に書いてみてください。あとは高評価を教えていただけるとすごく励みになるので、よろしくお願いします。はい、ということで今日はねこれで終わっていきますけど、今日の話良かったらぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。あとね気になった方はこれ PTC とか MSM とかっていうねセミナーもやってますので、メルマガ限定で募集しているので、メルマガの登録もよろしくお願いします。はい、では今日はこれで終わっていきましょう。今日も動画があったき、どうもありがとうございました。また見てください。